私も普通だって分かってるけど、少しだけ特別みたい。それでは皆さん始めましょうか。何を？何って決まってます。あの一匹と一頭をどうするかです。テガちゃんとテッシーのこと？どうするってどう解剖するかの話？違います。どう保護するかの話です。保護？保護って何を？あのような珍獣を発見してしまったのですから、ちゃんと大人の方に報告し、その上で協議していただかないと。私たちのような中学生にどうこうできる問題ではありません。そんな大げさな。大げさではないでしょう。人間の言葉を操る珍獣と絶滅とまでさせている恐竜が、あんな近くの手賀沼に存在しているんですよ。日本政府、いや世界レベルにまで発展する大事件です。まあ確かにそうなんだけど、そういう話を日常系ゆるアニメで持ち出しちゃうのはどうかな。日常？あの一匹と一頭のどこに日常の要素があるって言うんですか。ちょ、まず落ち着いて。そしていちかもメタネタ差し込んでくるな。私の目が黒いうちはそんな適当なこと許しません。まっちゃん白目向いてたじゃん。そういう意味で言ったんじゃありません。まあまあ1話完結型シュールギャグ路線なんだから、お互い前回の話を持ち出さないで穏便に済ませようよ。だからやめろって。でもアコちゃんだって1話目に結構メタネタを。あんたあの場にいなかったんだから、そういうのは絶対に言っちゃ。とにかく彼らを発見してしまった責務として、我々には報告の義務があるはずです。でも大人の人に報告したって信じてくれないよ。まあ私もマツちゃんもこの間まで信じてなかったわけだし。だからこそ保護なのです。ああなるほど、捕まえてから見せようってことね。テッシーは捕まえられないと思うけどな。まず人語を話す珍獣、故障テガちゃんを捕獲保護し、常識にとらわれた大人の価値観を我々の目線に近づけた後、テガ沼の調査を依頼して大規模な捜索捕獲を即すようにと考えています。やめようよ。そんなことしたら私が解剖できないじゃん。だから解剖しちゃダメだよ。大体あの珍獣だってそう簡単に捕まえられるとは思えないけど。だからこそ今日こうして会議を行うために皆さんに集まってもらったわけです。ところでここってどこなの？勝手に入ってきちゃったけど。ここはね、アコちゃんが通ってるミュージックスクールだよ。アコさんに適当な場所がないか相談したところ、この南柏にあるワールドビーツミュージックスクールは、講師のついたレッスン以外の時間に生徒が個人練習などで自由にスタジオを無料で使うことが可能だとお聞きして、お言葉に甘えることにしました。へえ、無料なんだ。それはお得だね。アコちゃんはサックスを習ってるんだけど、他にもギター、ベース、ドラムにピアノ、ボーカルのレッスンはもちろん、ジャンベやコンガなんかのパーカッションやニコ、その他マイナーかつ魅力的な楽器を教えてくれる先生が揃っていて、ジャンルも生徒さんの希望に合わせてポップス、ロック、ジャズ、ラテン、好きなものを選んで習うことができるんだって。あんたらいい加減にしなさいよ。まあ学長のマントさんには主題歌をあんなに安く作ってもらったんだから、これくらいやっておかないと。だからそうやってまた裏話を。アコちゃんだって自分の通ってるスクールがもっと流行ってほしいでしょ。流行ってないみたいな言い方するな。うん。さて本題に戻しますよ。
問題はどうやってあのテガちゃんなる生物を捕獲するかです。成功法で行くなら餌で釣るのが一番なんだろうけど。やめようよ。自然の動物は自然の中で生きるのが一番幸せなんだよ。あれを自然の動物というのも違和感あるけどね。しかしあの生物を悪い大人が先に捕獲して見せ物小屋などに高く売られるようなことがあってはさらなる不幸を呼ぶでしょう。見せ物小屋ってそんな。でもでも私たち以外に見つからなければいいわけだし。今まで誰も知らなかったのが不思議なくらいだけどね。怪獣に至っては軍事利用も図りかねません。生態を研究し大量生産の後世界戦争へと導く引き金になる恐れもあります。まっちゃんが一番日常から離れていってる気もするけど。そんなことにはならないよ。まあ松の言うことは飛躍しすぎてるけど冷静に考えてこのままっていうのも確かに良くないかもね。そうでしょ。アコちゃんまで何言ってるの。ダメだよ、ダメダメ。テガちゃんもテッシーもテガ沼から出すのは反対。私も反対。あんな面白生物大人の手に渡すなんてもったいないよ。2対2というわけですか。じゃあ流れはどうしたらいいと思うのよ。このままでいいじゃん。テガちゃんもテッシーもテガ沼でひっそりと暮らしてるんだよ。私たち人間が人間の都合で動かすなんて間違ってる。何やら最終回のようなセリフを繰り出してるけど大丈夫かな。ですがこのフラグだと多くの作品では結局大人たちに見つかり未成年の無力さと切なさと心強さを感じるような夕日マックのエンディングを迎えることは目に見えています。あんたも真面目な顔でよくそこまで言うな。じゃあ私が買う。そんなの無理に決まってるでしょ。ちゃんと餌もあげるから。そう言って結局私が面倒見ることになるんです。なんか別の話になってる気がするけど。二人ともちょっと落ち着きなさいよ。あ、失礼、少し取り乱しました。まっちゃんだって大人に教えることが一番だとは思ってないんでしょ。もっと考えようよ、私たちに何ができるのか。そうね、私の手で解剖してからでも遅くはないと思う。あんたは少し黙ってなさい。確かに私たちは無力で弱い普通の中学生かもしれないよ。だからってすぐに大人の力を借りたり言いつけを守ることが正しいこととは限らない。いや、正しいことを選ばないことだって私たちの特権なんじゃないのかな。流れさん、一緒に考えよう、私たちの本当の答えを。ありがとう。私目が覚めました。どう思う。まだ寝ぼけてると思う。さあ皆さんで考えましょう。自然界の生き物たちが平穏に暮らせる世の中を。お疲れ様です。お疲れ。じゃあ来月のレッスンもよろしくお願いします。はい、よろしく。解散。